現地在住の YouTuber がおすすめする軽井沢観光スポット5選、本日は上級編ということでお届けします。ぜひご覧ください。皆さんこんにちは、桜井大斗です。ゆうこです。このシリーズも3回目になりましたけれども、はい、軽井沢の観光スポットをですね、まあ、現地に住んでる我々目線でここがいいんじゃないかなというのを紹介するシリーズで、全4回になってまして、初級編中級編は多分この動画を配信している時にはすでにね出てると思うんですけれども、今日は上級編ということで、お届けします。それからこちらのチャンネルでは軽井沢の観光を多岐にわたってご紹介しております。軽井沢のおすすめグルメスポット、おすすめのお蕎麦どころ、それからおすすめの宿泊先、それ以外にも多くの軽井沢のお店ご紹介しておりますので、ぜひそちらご覧ください。はい、では早速上級編の第5位から発表していきましょう。第5位、軽井沢レイクガーデン。はい、レイクガーデンは実はこちら先週でしたっけ。そうですね、はい、ちょうど今ね6月でバラのシーズンなので、トップローズシーズンっていう一番バラが咲いている時期に行ってきました。で、実は軽井沢在住してますと町民の日というのがあって無料で入れる日もあるんですけれど も、もう私はやっぱりレイクガーデンといえばバラだなということで、このトップローズシーズンにいつも行っております。で、このレイクガーデンの楽しみ方はガーデンだけを楽しむだけじゃなくて、他にも楽しみ方がたくさんあります。例えば敷地内のレストランでお食事をしたり、それから英国式のお菓子を召し上がれるカフェで、ガーデンを見ながらのんびりしたり、それからショップもありますね。バラの苗だったりとか、バラにちなんだグッズをたくさん置いてあるので、入園しなくてもこれらの施設は楽しめたりするので、英国庭園の雰囲気を楽しめる良いスポットなのかなと思います。レイクガーデンバラで有名ですけども、バラ以外の季節も基本的にはイングリッシュガーデンなので、いろいろな野草が楽しめる。なんかレイクガーデンでよく女子会をするというのを、はい、はい、実はね、もう私の中ではレイクガーデンといえば女子会っていうぐらいの位置づけになって、レイクガーデンといえば女子会というような位置づけになっておりまして、はい、でそのルゼビラという宿泊施設の中にラウンジがあるんですよ。で、アフタヌーンティーやお茶を楽しむことができます。本当に雰囲気のある、一度2人でも行きましたよね、ジャズコンサートに、はい、うん、どうでしたか。内装が豪華すごくね、もう豪華、本当に非日常感がある素敵な内装 でしかももうすぐこうお庭と地続きになっているので、バラの香りを楽しみながら、美味しいお菓子とお茶をいただきながら、もうお話が盛り上がって盛り上がって、お話で花が咲くという、私の大好きな女子会スポットになっておりまして、ルゼビラのラウンジが私は一番お気に入りでございます。では次に第4位です。第4位はメガネ橋。これは実はですね、場所としては群馬県になりまして、もともとですね、この群馬の方から軽井沢に来るためには鉄道を使わなければいけなかったと、高速道路なんか通っていなかった時代ですけれども、明治22年の建築となりまして、これがですねレンガのアーチの橋なんですよ。それでですね、非常に高さがある橋でして、下から見上げることもできますし、上から眺めることもできるというようなスポットになります。今調べたところですね、31メートルで日本最大級、国の重要文化財にも指定されているということですね。で、ここはですね、軽井沢の方からハイキングコースもあったりしますし、近くに駐車場もあるので、そこまで長い距離歩けないなという方は近くの駐車場に停めて散策を楽しむというようなこともできます。近くにあるのが熊野平駅という、これ以前使われていた実際の駅なんですけれども、今はですね廃線になってしまっているので、当時のですね面影を忍ぶような、鉄道ファンの方はおなじみなんじゃないかなと思いますけれども、そういった史跡っていうんですか、これは、はい、そういったね鉄道の歴史をたどるスポットということになっております。それでは第3位です。第3位、野鳥の森。はい、こちらはハルニエテラスから近い、エリアとしては星のエリアと呼ばれるところなんですけれども、散策大体どうですかね、1時間から2時間くらいのコースですかね。そうですね、もう早く帰ってこようと思えば多分45分ぐらいでも行けるのかなと思いますけれども、はい、とても豊かな自然が残っているエリアでして、時にですねクマが出たりすることもあるくらい本当に
まあ、手つかずというのは言い過ぎかもしれないですけれども、うん、あまり人の手が入ってないような感じの、うん、こう、まあ、ハイキングが楽しめるっていう感じですかね。同じそのハイキングスポットとして離れ山っていうのがあるんですけれども、そちらよりももっとこうワイルドな自然を楽しめるかなと思います。そんなに高低差がないので安心して歩けると思いますし、まあ、熊だけ気をつけて、まあ、一応ですね、あのピッキオという、熊をですね、こう観察している団体の施設がありますので、そちらに行くと熊の鈴よけを無料でレンタルしてもらえるということになっております。第2位、追い分け塾。はい、追い分け塾はですね、まあ、そんなに人はいない、まあ、軽井沢の人気スポットとして挙げられることはないんですけれども、実は江戸時代には軽井沢町でこちらが一番繁栄していた、そういった昔の宿場地になります。最近は追い分け塾にたくさん美味しいお店がオープンしておりまして、追い分け塾で行くとフランス料理のラシクダイニングキッチン、こちらはもち飯で行かれてますよね。そうですね。それからちょっと追い分け塾からですね、三代田町の方に旧中山道を歩いていくと、カフェが点在していて、まあ、いくつか当チャンネルもですね、あの食レポの動画を作っておりますけれども、人混みが苦手という方は追い分け塾を歩いてみるといいのではないかなと思います。観光スポットとしては堀達夫さんの記念館ですかね、あれは。はい、お家が別荘だったところですよね、を記念館としているのと、あとは追い分け塾の歴史を学べる、そういった観光スポットもあります。ちょっとね、あの2020年2021年はコロナ禍の影響で中止されてしまいましたけど、孫太道中という、地元の方々が江戸時代の衣装を着て、はい、こう道中を練り歩くというようなお祭りも毎年通常行われております。では軽井沢観光スポット上級編第1位の発表です。第1位、軽井沢プリンススキー場。はい、こちらですね、軽井沢駅、まあ、JR の新幹線の駅から見えるスキー場なんですけれども、まあ、ウィンターシーズンはね、当然たくさん人が来る、スキーやスノーボードを楽しみに来る方々がたくさんいらっしゃいますけれども、実は夏はどうなってるのかと言いますと、はい、夏は夏でお子様が楽しめるジップラインなどアスレチックが、ね、できる場所になっております。それから観光リフトとして、スキー場を営業しておりまして、リフト登るとね、こう離れ山と浅間山がこう綺麗に見える、とても良いビュースポットがあったりしますので、まあ、アウトレットからね、まあ、大体の人ってアウトレットで満足してしまうじゃないですか。でもちょっと足を伸ばすと、まあ、そういった自然を楽しむことができたりするので、眺望的にはかなりいいロケーションですよね。そうですね、うん、それ以外にもお子様が楽しめるアスレチック施設といいますと、ライジングフィールドさん、はい、こちらはアウルアドベンチャーという名前のかなり大きなアスレチック施設があるので、うん、カレザーってほらあのショッピングだったりとか、あのレストランだったりとかも有名なんですけども、まあ、自然が豊かなエリアでもあるので、アウトドアもご旅行の際にプランに入れていただけると、軽井沢の豊かな自然をこう垣間見ることができるかと思います。本日は軽井沢おすすめ観光スポット上級編ということでお伝えしましたけれども、全4回シリーズでまたね動画を作っていきますので、いいなと思ったらぜひ高評価ボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。さようなら。Watch the sunrise.